住用川ダムは、鹿児島県奄美市二級河川、住用川、水系住用川に建設されたダム。住用ダムともいう、高さ25メートルのアーチ式、コンクリートダムで、九州電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、新住用川発電所に送水し、最大3000キロワットの電力を発生する。住用川は、 九州の南に位置する奄美群島の主要島、奄美大島を流れる川である。上流域は、大島群山戸村であり、島の最高峰、湯湾岳や小川岳といった山々に囲まれており、東へと流れ、奄美市住洋町で、住養湾に注ぐ。全長1 6トル、流域面積47平方キロメートルの二級河川である。1911年、 奄美大島において大島電機が開業した。同社は6 0ットの火力発電所。これを活用する水力発電所として、住用川第一発電所を1919 19年に完成させた。この発電所は1934年に廃止されてしまうが、これに先立ち1931年に住用川第二発電所が完成しており、 1935年には3 5 0ット1942年には4 8 0ットと時代を減るごとに増強されていった。その間、日本政府は電気事業の国家管理化を進めており、1939年に日本発送電が、1942年には9つの配電会社が設立された。大島電機は1943年、 旧配電会社のうちの一つで九州地方を担当する九州配電に統合された。戦後、奄美群軍島は米国民政府の統治下に置かれた。1952年、奄美地区前国民政府は地元奄美群軍島政府知事に対し九州配電から接収した資産を受け入れる電力会社を新たに設立するよう勧告し、その結果、1953年に 大島電力が設立され、同年奄美群島が本土復帰した。しかし、設備の老朽化により、電気の供給がままならず、経営状態は悪化していった。1956年、鹿児島県は九州電力と協議した結果、大島電力の経営に九州電力が参加することとなり、発電設備の増強及び、配電系統の強化計画を打ち出した。 中でも大規模な建設計画となったのが、新住用川発電所である。当時4 8 0ットにとどまっていた、住用川の水力発電を再開発し、5倍の2 5 0 0ットの電力を発生できるようにするもので、ある。住用川には高さ25メートル、九州では1955年完成の上、シーワダムに続く2期目のアーチ式。 コンクリートダムとして建設されることとなった。計画の実現には相応の資金が必要となったが、九州電力が資金の債務保証を行うことなどを条件に融資を受けることに成功。工事は1958年に着工し、1959年11月に発電所が運転を開始した。大島電力は1973年に九州電力へと合併。 九州電力は1993年、新住用川発電所の設備を一新し、最大出力を3 0 0 0ットにまで増強させている。三太郎峠の西方に位置し、天見大島唯一の道の駅、天見大島住用から国道58号を北上、三太郎トンネル手前で左折し、住用川に沿って上流へと進むと、新住用川発電所に至る。 付近には新住用川発電所でかつて使われていた水車発電機が屋外展示保存されており、発電所の歴史について知ることができる。発電所の上流、北緯28度17分19秒統合計129度23分10秒の地点に位置する新住用川ダムは、日本最南端活災生端のアーチ式、コンクリートダムである。ありがとうございます。